始まりがきっと待っている。Welcome back to Let's Play Atelierizer 2. My name is Karsten. So we've got some crafting we need to do. Let's see. So, okay, yeah, that's why we got the divine branch in the chest, so we can make another one of these. One of these now. Oh, hang on. I need to duplicate some of my metals again. And I think there was another one I was short of, I think. Yeah.Some more of those. Oh, and I think I was low on these as well. Okay.Back here. 何にしようかな。何入れようかな。さあ、何を入れよう。何入れようかな。I'll use one of these garbage ones I made rather than one of my super fancy ones. My super fancy ones.All sorts of stuff, but I'll just throw in one of my garbage ones that doesn't have any special effects, because that's all we need for this. Now, what effects do we theoretically get on this? Gear synth attack, gear synth defense.And we also want to make palm tart. That's a key item, so.Actually, let's see. Oh, いい感じかも。Ah, things that affect synth quantity do not affect key item stuff.So we'll definitely not bother doing anything we care about here, since it really doesn't matter. Liza!頼んでたお菓子完成したっぽいね。
すごくいいタイミングできたね。今ちょうど出来上がったところだよ。だと思った。アトリエの外までいい匂いしてたからね。早速いただくとしようかな。いやー、美味しかった。ライザの作ったお菓子最高だったよ。そんなに喜んでもらえたなら作った甲斐あったわ。前の実もライザに渡した方が美味しいお菓子になったかもしれないな。ところで私に聞いてほしいことがあるって言ってたけど、それってどんなこと？最初にライザに栄養剤を作ってもらった時からなんとなく思ってたんだけど、作物を育てるのってさ、すっごい大変だし、うまく育たないとさ、超悔しいのよ。育ちはしたけど実をつけなかったり枯れたりしたものも何本もあったりして、正直すっごいやきもきしたけど、なんか新鮮でね、悪い気しなかったのよね。それって農作業を好きになれたってこと？多分そうじゃないと思うな。ただ今までずっと変わり映えがなかったでしょ。だからやりがいも目標もなく、だらだらと続けていた感じだったのよね。けど前にライザがさ、私のことを褒めてくれたでしょ。尊敬できるし、絶対に投げ出さないで育てるって信じてるってさ。複雑とは言ったけど、まあ嬉しかったのよ。あんな風に褒められたことなかったからね。私は思ったことを言っただけだよ。だから嬉しかったんだろうね。それで一つ目標を作ってみたのよ。今度はライザの手は借りずに、私自身の手であの作物を育てる方法を見つけるってね。それ本当？うん、試行錯誤しながら何かを育てるっていい刺激になると思うしね。それでいつかは休耕地の全てを使って育てたいと思ってる。こんな美味しいお菓子になるんだから、絶対みんなも欲しがるだろうしね。うん、いい目標だと思う。私応援するよ。うん、ありがとうね。まあうまくいくかどうかは正直わかんないんだけど、せっかくできた目標だからね、とりあえず全力で頑張ってみるよ。All right. Oh, is that all of hers? She didn't have a picture. Huh. ちょっとだけやつ。Let's wait till morning here.Let's go hand over the drill. いらっしゃい。いい感じだと思うんだけど。ライザの作ってくれたこの道具は、普通の道具じゃ傷をつけるだけでも大変だったのに、こんな簡単に削ることができるなんて。どう？錬金術ってすごいでしょ。ああ、感動したよ。これならどうにか完成させられそうだ。ライザにはいろいろ面倒をかけちゃったね。そんなことないよ。だって応援するって言ったでしょ。作品作り最後まで頑張ってね。すごいの作って目指せ優勝だよ。All right, so I guess the
his finale will probably be the results of that. どこに行くの? We got several things going on here. A few things going on here. All right. よし! Let's talk to Buss.出すんじゃねえぞ。ボス、もしかして今日も勉強？言っただろう。ここへはそれが目的で来たんでな。遊び目的のライザと一緒にすんな。遊びじゃないってば。相変わらずすぐ憎まれ口叩くんだから。っていうか。まだ劣等感抱いちゃってるわけ？いや、もう感じてねえよ。どっかの先生のおかげでな。本当？勉強も剣の稽古も身につけて無駄になることはないと判断したから続けているんだ。それにいい薬も手に入ったおかげで手の傷も良くなったからな。無茶させるために作ったわけじゃないんだけど。俺に譲った時点で俺のものだ。どう使おうと俺の自由なんだよ。はあ、まあ傷が良くなっただけでも作った甲斐はあったけどね。で、冒険の方はどうする？よかったら一緒に遺跡に行ってみない？だから頭の上で暴れるな。静かに寝てろ。いや、お前たちの冒険に同行するにはまだ若干の不安があるからな。今は自分磨きに集中しようと思う。そっか、ボスがそう決めたなら尊重するけど、不安でも何でも正しいと思ったら全力で走れって3年前に誰かに言われたような。覚えてた。当然というよりこの前から俺の言葉を勝手に使いすぎだ。自重しやがれ。ま、今回は遠慮させてもらうが、お前のことだ。どうせまた新しい冒険に出ることもあるだろう。その時は俺も一緒に行ってやれるように今から準備しといてやるよ。うん、楽しみにしてるよ。あ、そうだ、その時はさ、ヒロさんにも会いに行きたいよね。ボスだって立派になった姿をヒロさんに見せに行きたいでしょ。おい、まさかとは思うが、まだ勘違いしてるんじゃねえだろうな。勘違いって？キロのことだ。俺はキロに対して特別な感情は抱いてない。あくまでも人として尊敬してるだけだ。それ以上でも以下でもねえ。分かったか？はいはい、人間として尊敬してるだけだよね。全然分かってねえ。分かる、分かってるよ。しょうがないやつだよ。They're really pushing the idea that he may be playable in the next game.How much longer are we gonna have to wait? I'm sure they'll be here soon.
Ryza. You said you made some progress? Yeah, could you take a look at this? You too, Karina. Oh, and were you able to find the book? Yes, I had to dig all through my house, but I got it. This book you brought, I think it's the original version of Hidden in the Big Tree. The original version? Compared to my copy, the text isn't organized very well. The story kind of meanders. Some sections seem to have been cut out entirely, and I definitely don't remember the plant drawings. Huh? Which sections? Oh, you're kind of close. It's this one. Let me see here. Could I see your copy too, Karina? Here. In this part here, the content seems disconnected. Maybe it wants us to fill in the gaps. I think you're up, Ryza. Huh? Just a second. I compared the two books and pulled out the relevant bits. Take a look, Ryza. Let's see. Oh, this is... You think you can figure it out, Ryza? I think I could use this to create the next clue. I'll head back to my atelier and get to work. Tao, Karina, thank you both so much. I need to borrow both of these books, okay? Of course. Good luck, Ryza. We're all counting on you. We do need to make it quality over 100. Let's go here next. Miss Ryza. Oh, Rune. Are you helping with the family business again? No, I have a day off today. My father's illness is getting better, and he said it's okay for me to go play. Oh, really? That's great. Yeah. Rune. Can you play today? Yeah, what do you want to play? Well, let's go to the open space over there and then decide. Sure, I'll go in a bit, so go on without me. Miss Ryza, thank you for helping me so much. I'm going to where everyone is now. Helping us nice and all, but I guess she wants to play more at her age. Could it be that Romy gave the medicine to Rune's dad then? Okay. Well, that just directs us to the next ruins, but let's talk to the rest of the people here. Ryza-san,
パティ、どうしたの？いえ、この前は、その、すみませんでした。あの親子喧嘩のことね。驚いたけど、丸く収まったみたいで安心した。おかげさまで、お父様ともあれからよく話をするんです。今までみたいにただ従順にお父様の言うことに従うのではなく、素直な気持ちで。大丈夫？また喧嘩になったりしてない？しませんよ。むやみにお父様の言うことに逆らったりしませんし、ちょっと度が過ぎるところはあるけれど、私はお父様を心から尊敬していますから、どうしても譲れないこと以外は今まで通りお父様の言う通りにしています。そっか。ええ、それはそうと、ライザさん、あの薬偽物でしょ？バレちゃった？まあ、嘘つかれたことに対する怒りもあったから、あそこまで言えたのかもしれませんが。それじゃあ、私への怒りのおかげで気持ちを伝えられたの？いえ、以前タオさんがライザさんに言ってたことを思い出したんです。タオが私に？本気でやりたいことを全力でやり抜くライザさんが本当にすごいと思っている。え、何それ、そんなこと言ってたっけ？あれ、ライザ、パティ、タオ、どうしたの？パティの家に行くところだったんだ。今日は家庭教師の日だからね。はい、忘れてませんよ。それはよかった。ところでパディ、聞きたいことがあるんだけど。何ですか？なんかさ、最近ボルカーさんの様子が変なんだ。やたらとパティのことをよろしく頼むって言ってきて。ボルカーさんどうしちゃったんだろう。僕何かしたかな？教えてあげなくていいの？パティがタオを守ったんだって。ええ、話す気はありませんから。とりあえず今は。わっ、何、どうしたのパティ？何って家庭教師の時間でしょ。早く家に行かないと遅れちゃいます。そうじゃなくて、なんで腕を？お父様から私をよろしくと言われたんでしょ。ならこれくらいのエスコートはしてほしいです。タオさんが嫌なら離れますけど。あ、いや別に構わないんだけどさ。二人とも頑張ってね。なんか僕の知らないところでとてつもないことでも起こった気がするよ。もし本当にそうだとしたら、いつか分かる日が来るかもしれませんね。それを話せる勇気を私が手に入れた時に。あれってレントとリラさん？話とは何だ？ごめん、リラさん。俺、リラさんに嘘ついてた。武者修行のことだろう。そんなものは最初から分かっていた。そうだよ、最高の3年間だったって言ったけど、実際は真逆さ。剣の腕は確実に上がっているようだが。そりゃそうさ。
3年間ずっと剣の腕を磨いてきたのは間違いねえし、俺はこの3年間いろんなところを旅してたんだ。そして行く先々の村や町で魔物の被害が出てると、それを解決するために剣を持ってきた。みんな喜んでくれたよ。魔物を倒してくれてありがとうってさ。不満なのかそれが。違う、嬉しかったんだ。俺の力で誰かを助けて、助けた人たちから感謝されるのがすごく嬉しかったんだ。村では鼻つまみの親父がいて悪童扱いだった俺でも人のためになることができるんだって、そう思えたから、俺はずっと人を助けるために剣を振るってきたんだ。なのに俺が強くなればなるほど、みんな俺に感謝しなくなってきた。そんな簡単に退治できるならもっと早く来てほしかったって文句まで言われてさ。そりゃそんなこと言われりゃ俺だって怒るさ、怒鳴るくらいするさ。そしたらあいつら俺のこと怖いって。俺じゃ俺、あいつの一番なりたくなかった親父と一緒じゃねえか。親父みたいになりたくなくてずっと頑張ってきたってのに。エント、そんなことがあったんだ。子供だな。レント、お前はなぜ剣を選んだ。誰かに感謝されたいだけならば剣など振るう以外にもいくらでも方法はある。なのにどうして剣を選んだ。なぜそれほどの思いをしてまで剣にこだわる。それはそんなに誰かに褒められたいのか。悪いかよ、感謝されたいって思っちゃう。そのための剣術修行だったというのならそれでもいい。だがそうでないのなら、悪童が慣れない感謝の言葉に酔いしれて目的を見失っているだけだ。誰かに褒めてもらいたくて、誰かに感謝されたくて、お前は剣を振るっているのか。もし本当にそうならば、これからは褒められたい時は私のところへ来い。頭くらいなら気の済むまで撫でてやるぞ。自分がどういう存在になりたかったのか思い出してみるんだな。俺がなりたかった、俺。ミラさん、さすがだな。でもレントがなりたかった自分ってどんなのなんだろう。Well, things with Patty and Tower resolve, but, Lent's certainly having some issues. どこに行くの? Yeah, let's see if we can, Yeah. See what's going on up here. Huh. And it is at the very end, but it is showing up now.Wait, no, it's not. That's a... Okay. Oh, where are you going? So how many hours does it get to... Yeah. to take to get back here? I got a new recipe! Okay, quite a few. So, if we want it to be daytime there, we should probably wait till night here.
よし、行くぞ。 Wait. どこに行きますか。よし、行くぞ。どこか行きてえのか。2 a.m. どこに行こうかな。よし、行くぞ。 From 2 a.m. It takes 3 hours to get. Ah, and now it is showing up. Okay. Well, whatever. I'm not going to complain about it as long as it's showing up. Either I was reading things wrong, or it takes vastly different times to get here versus get back. But whatever.Meet up with Clifford. That's this way. Excuse me, gold ponies. かけて積み上げてきた技術全部つぎ込んであげてやるぜ。くそ、絶対開けてやるからな。この時を待ってた。クリフォードさん、どうしたの？違う。こいつは宝なんかじゃない。どうしたの一体。せっかく手に入れたのに。どんな鍵も仕掛けも解除できる道具。くそ、少し考えりゃ分かることじゃねえか。そんな代物個人が持つには危なすぎる。使い方を間違えれば兵器にすらなりかねねえ。危険な罠が仕掛けられてたのも納得だぜ。作った奴らもそれを恐れたからさ。悪用されたらどうなるか分かってたから。あの本を書いたやつもこいつが宝じゃねえって分かった。だから異物と書いたのに、読んでる人間が勝手に男だと勘違いした。持ち帰らねえわけだ。トレジャーハンターが宝じゃねえものを持ち帰るはずがねえんだから。そっか、せっかく見つけたのにちょっと残念だったね。いや、意味はあったぜ。
こんなヤバいものをこんなところに残しておくわけにはいかねえ。ライザー、大昔の錬金術師が作ったこの遺物を現代の錬金術師のお前の手で葬ってやってほしい。できるか？もちろん、アトリエに戻ればすぐにできるよ。それを聞いて安心したさ。じゃあさっさと戻るか。Well, that's interesting. All right, well, let's head back. Yeah, we'll go over here real quick. Then we'll head back. This is where...Times does it have to be? That was the European, that's noon. Okay, that's why I was misreading things. Does that have to be in the evening? Yes, go! Where are we going? Here we can go calmly.Yep, here we go. Let's see if I can remember how to navigate this place. Through there, right? Yeah. Seri-san, どうしたの？強い力を感じるの。何これ、触れてもいないのにこんなに感じるなんて。それってまさか強い浄化の力。間違いない、この近くにあるはず。花が強い浄化の力を持ってるのね。間違いない、これだけ離れていても感じるのけど。うん、まずはあいつをやっつけるのが先だね。俺一人でも Somehow I doubt this will be an issue. くっ、セリさん、どう？それなら異界の浄化はできそう？触れてみて改めて思った。
この花の浄化能力はとても強力なもの。これならフィルフサに汚染された大地も浄化することができると思う。とうとう見つけたんだね。やった。でも花、他に咲いているのを感じないの。この一輪以外いくら強い浄化能力を持っていてもたった一輪じゃ。ライザ、どうにかならない？あなたの力で奇跡を起こせない？セイリさん、なるかも。この花から取り出した種を増やすことなら私でもできるかも。種でもいいの。育てればたくさんの花に育つから。でも私は別の方法を考えた方がいいと思う。あくまでもできるかもって話だし、それに花はたった一輪しかないんだよ。もし失敗したら異界を浄化できる希望を私の手で摘み取ることになっちゃう。みんなを幸せにする錬金術師って言われて私とっても嬉しかったのに、セリさんを絶望させることになるかもしれない。そんなのできないよ。私はこの一輪の花を持っていてもこれ以上何もできない。行き止まりなのけれど、ライザは違うわ。この花を使って種を作れる可能性という一歩を踏み出すことができるの。だから私はこの花と、この花もライザに託す。どうかこれを使ってほしい。でもライザが失敗するなら誰に頼んでも無理だと思う。私はライザを信じているから。それにたとえこの花が無駄になったとしても私は少しも絶望したりはしない。その時はまた一緒に花を探してくれる優しい人を知っているから。そんなことにならないように絶対成功させる。信じてるわ、ライザ。Believe in the me that believes in you. どこに行くの？ All right. Have I fought these guys before? 油断は禁物だよ。 Let's just make sure we fought these guys before. Or that we fought these guys at all. Oh yeah, Dreamcatcher. We have. I recognize that name. せーか！連続よ！当てるわ！くっ！そこ！そっ！It's not like it'll be hard to finish these guys off. Oops, oh well. We got some more fluffy wool. Alright. So back to the atelier. Yosh, ikuzo! We have several things we need to deal with. Junbi dekita kedo. Honto ni ii no? Kama no naka ni iretara, mo torikaeshi wa tsukanai yo. Ore no kotae wa kawaranai yo.
さっさと葬ってやってくれ。わかった。それじゃあ。してる。作るのに比べればなくすことって簡単なんだよ。それって錬金術だけじゃないと思うよ。まあそうだ。なんであれ礼を言うぜ。ありがとうなライさん。でもこれでよかったの？宝物じゃなくても実際に存在はしてたんだし、本当にあったんだってみんなに証明することができなくなったんだよ。それは今となっちゃどうでもいいさ。実際にそれは存在して、俺はそれを掴んだ。あの本のトレジャーハンターが言ってたことも嘘じゃなかった。そのことを俺を信頼してくれているライザたちが知ってくれているなら十分さ。第一、俺が求めてるものはお宝だからな。例えばそう、フィーみたいなやつさ。落ち込んでいる俺の心を癒すためにも相棒になってくれねえか。まだ気を許してはくれなそうだな。クリフォードさん、いっつも拒否されてるのに、ほんとめげないよね。当然だろ。手に入れるのが難しければ難しいほど楽しくなる。それがトレジャーハンターだからな。けど、ライザたちと出会ったことで、俺はもう金で買えねえお宝を手に入れてるんだぜ。え、いつの間に？トレジャーハンターをずっと一人でやってたが、こんなにすごいお宝を手に入れたことはねえ。え？え？すごいお宝って何？わからないよ。大切な仲間、お前らのことだよ。互いを警戒することなく一緒にいることのできる大切な仲間との時間。かなり遅れたが、俺にも青春ってのが来たように感じるぜ。新しいレシピ思いついちゃった。All right. Well, we have definitely... Oh, hi, Sari, waiting for me to make the seeds.Just sitting there, standing impatiently. Okay. Anyway, I hope you have enjoyed. I liked a lot of the scenes that we had this episode. I hope you have as well. If you've enjoyed, your likes and comments always very much appreciated. Subscribe for more if you haven't already. Thanks for watching, and have a good day.